三っ子左家は、藤原北家着流、藤原の道長のむつを、県大納言、藤原長家を外する藤原氏の経流、三っ子左流とも言う。ただし、三っ子左を加盟として名乗ったものはない。三っ子左は、第五天皇の第十六王子で、左大臣に上った、金明親王の通称、三っ子左大臣に由来する。親王の邸宅、 三子左代を伝領した長家が、三子左民部教と呼ばれたことから、彼以後その流れをこう呼ぶようになった。平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけて、著名な歌人である、藤原春勢、帝家父子が現れてから、家道の家として確立された。以後、三子左家は長く、家段に君臨した。帝家の子ため家は、まりの家としても知られ、その流れは、 ミコ左流と呼ばれた。鎌倉時代後期にため家の三人の子が、家領の相続をめぐって争い、着流のミコ左や、諸流の京国や、冷泉家に分かれた。二条家は婚姻関係でも力を築き、二条、ため世の娘で、同時代の代表的家人でもある二条ため子は、五代醐天皇の皇太子時代の聖妃となり、将軍門院か菅局は、朝廷最大の実力者である。 関東申し継ぎ、西恩寺実行の性質、二条ため定めの姉妹である二条、藤子は五代後醍醐の側室となっている。二条家と京国家の家系は南北朝時代までに断絶したが、今日では植える勢家と下江勢屋及びその所流の入り江家のみが残っている。実戦は実施、破線は要紙。兄弟姉妹の配置は必ずしも出生順によらない。丸数字は、 三女左流の投手代々を示す。ありがとうございます。